好，重点理解的第二个部分，还是请各位记住看上面的内容啊。虽然我们会一起播放，但是你在一开始准备的时候，就一定要知道，习惯前一题作答完毕，马上开始看下一题的选项。这些东西会不断的出现在对话当中，等于就是一个预习。好，开始。4番ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？オープンの日です。今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。動物園は毎日10時から夕方5時までですが、オープンの日は午後8時まで開いているそうです。お仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか。休みは毎週木曜です。チケットは600円で、中学生は500円、小学生以下のお子さんはタダです。毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れます。ぜひ行ってみてください。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？オープンの日です。正在听收音机。樱花动物园在开幕日会怎样呢？オープンの日です。他问的是开幕日，所以他提醒了オープンの日です，就是要我们去小心，一定是会有很多不同的日期的内容。来，今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。你把这个桜動物園、桜公園想成上野公園、上野動物園就是了嘛，就像上野一样嘛，对不对？在这个月的20号星期五，樱花公园隔壁樱花动物园会开幕。動物園は毎日10時から夕方5時までですが、オープンの日は午後8時まで開いているそうです。動物園虽然是每天10点到傍晚5点，当然指的是营业时间，不过开幕日听说そうです，传闻听说会营业到8点为止，下午8点，当然晚上8点。お仕事の後に子供と一緒にいかがでしょうか？在您工作之后，所以这对着听众讲嘛，在您工作之后和您的小孩一起如何呢？意思就是要不要在您下班后和小孩一起去呢？休みは毎週木曜です。休假日当然指的是公休日，是每周四。チケットは600円で、中学生は500円、小学生以下のお子さんはただです。门票600元，国中生500元，小学以下的小孩呢，免费，ただ免费。毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れます。每个月的第一个星期六。那么毎月初めの土曜日には，第一个星期六，门票特价，门票会变便宜，300元就能入场。入れます，有没有？300元就进得去。ぜひ行っ
ってみてください。请务必去看看。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？应该知道了。哪一天？来确认一下。一、開く時間が早くなる。营业开门时间变早，没有。二、閉まる時間が遅くなる。关门时间变晚，是的。三、中学生以下はタダになる。国中生以下变得免费，没有。チケットが安くなる，门票变便宜，也没有。好，再听一次。4番ラジオを聞いています。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？オープンの日です。今月20日金曜日に桜公園の隣に桜動物園がオープンします。動物園は毎日10時から夕方5時までですが、オープンの日は午後8時まで開いているそうです。お仕事の後にお子さんと一緒にいかがでしょうか。休みは毎週木曜です。チケットは600円で中学生は500円、小学生以下のお子さんはタダです。毎月初めの土曜日にはチケットが安くなって300円で入れます。ぜひ行ってみてください。桜動物園はオープンの日にどうなりますか？5番女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女の留学生です。ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった？驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女の留学生と男の留学生が話しています。女留学生和男留学生正在说话。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女留学生说什么？关于日本的自动贩卖机，
对什么感到惊讶呢？女の留学生です。是女留学生。ね、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった？欸，你来日本没有对日本的自动贩卖机感到惊讶吗？没有吓一跳吗？驚いた、吓一跳啊！公園、病院、海、どこに行ってもあるから、すごいよ。公園、医院、海、不管到哪儿都有，真厉害啊！私が驚いたのは種類だよ。我感到惊讶的是种类啊。私の国では売っているものは飲み物がほとんどだよ。在我的国家卖的几乎都是饮料。来继续。日本ではバナナや花、服も見たことがある。在日本啊，还看过，哎，看过什么？香蕉、花，还有衣服。哎，是啊。言葉を話す自動販売機もあって、東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。还有会说话的自动贩卖机，在东京说东京话，在大阪说大阪话哦。店員みたいだね。对啊，像店员一样。日本では外に置いてあっても中のお金が盗まれたりしないから。自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。日本では外に置いてあっても、在日本就算放在外面，里面的钱也不会被偷还是被怎样。所以中のお金が盗まれたりしないから，加个たり，不会被偷啊，不会被敲破等等的嘛。所以才会有这么多自动贩卖机。好，女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女留学生关于日本的自动贩卖机，她说什么事感到惊讶的呢？来确认一下。いろいろな場所に置いてあること，放在各种地方。売っているものの種類が多いこと。卖的东西的种类很多，这才是答案。言葉を話すこと，说话。お金が盗まれないこと，钱不会被偷。好，答案是第二，请再听一次。五番。女の留学生と男の留学生が話しています。女の留学生は日本の自動販売機についてどんなことに驚いたと言っていますか？女の留学生です。ねえ、日本に来て日本の自動販売機に驚かなかった？驚いた。公園、病院、海、どこに行ってもあるからすごいよ。私が驚いたのは種類だよ。私の国では売っているのは飲み物がほとんどだよ。日本ではバナナや花、服も見たことがある。うん。言葉を話す自動販売機もあって、東京では東京の言葉を、大阪では大阪の言葉を話すんだよ。店員みたいだね。日本では外に置いてあっても、中のお金が盗まれたりしないから、自動販売機がたくさんあるのかもしれないね。女の留学生は、日本の自動販売機について、どんなことに驚いたと言っていますか？6番。スーパーで
客と店の人が話しています。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？すみません。こちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが、売り場はどこですか？あそこですが、すみません、お客様。卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんです。え、何時からですか？もう終わってしまいましたか？いえ、まだです。今ちょうど5時ですから、始まるまで30分あります。わかりました。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？スーパーで客と店の人が話しています。超市里面客人正在跟店里面的人说话。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？鸡蛋变便宜的时间是几点到几点？哎，这什么意思啊？鸡蛋变便宜，鸡蛋特价的时间是几点到几点啊？すみません、こちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが、売り場はどこですか？不好意思，在这家店的网页上 home page 写有今天鸡蛋很便宜，请问在哪卖呢？売り場はどこですか？有没有卖的地方在哪里呢？あそこですが、すみません。お客様、是在那边呐、啊。不过不好意思、啊，这位客人，卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんです。可是鸡蛋特价只有在傍晚的一个小时而已耶。继续。え、何時からですか？几点开始啊？もう終わってしまいましたか？已经结束了吗？てしまいました。对他来讲就是遗憾嘛。え、まだです。不，还没有。今ちょうど5時ですから。始まるまで30分あります。现在正好五点，所以现在五点整，所以离开始时间还有30分钟。始まるまで30分あります。各位看到这边就知道为什么重点理解要这样来出题，让你先看了吧。如果你没有先看那些东西，没有让你好好的阅读，这一题数学很难，小学生中年级搞不好都还分不出来，对不对？我们都要开始这么算了，但是你先看过了嘛。好，わかりました，我知道了。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？鸡蛋特价时间几点到几点呢？来，对答案。1、5時から5時半まで、5点到5点半。2、5時から6時まで、5点到6点。3、我只喊卡拉六七妈的五点半到六点，用我只喊卡拉六七喊妈的五点半到六点半。如果你有听出来是傍晚的一个小时，你就自然应该要把一三排除，然后有五点，然后又有一个离开始三十分钟，有没有？我们现在不是在教日文，在教数学，请各位再听一次。6番。スーパーで客と店の人が話しています。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？
すみません。こちらのお店のホームページに今日は卵が安いと書いてあったんですが、売り場はどこですか？あそこですが、すみません、お客様。卵が安くなるサービスは夕方の1時間だけなんです。え、何時からですか？もう終わってしまいましたか？いえ、まだです。今ちょうど5時ですから、始まるまで30分あります。わかりました。卵が安くなる時間は何時から何時までですか？7番。会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？土曜日、仕事の帰りに花見に行かない？いいね。どこがいい？東公園がいいよ。桜は東公園と北公園が有名だけど、北公園は毎年すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、歩いていてもなかなか前に進めないんだ。お祭りみたいで賑やかで楽しそうだけど、ちょっと疲れるね。東公園も人は多いんだけど、池があって、船に乗って桜が見られるから楽しいよ。面白そう。東公園は会社からは歩いて行ける？歩くのは無理だけど、バスなら15分で着くよ。じゃあ、東公園に行こう。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。公司里面女子跟男子正在聊着关于赏樱的地方。我们说过这个 hanami 赏花，但是赏的一定是樱花。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？男子为什么说东公园才好呢？土曜日仕事の帰りに花見に行かない？礼拜六工作回去，也就是礼拜六下班，要不要去赏樱呢？いいね，好啊。どこがいい？哪里好呢？東公園がいいよ。東公園很好啊。桜は東公園と北公園が有名だけど、北公園は毎年すごく混むんだよ。樱花东公园和北公园很有名，可是北公园每年都很挤啊，每年都人满为患啊。すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、歩いていてもなかなか前に進めないんだ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、公園里面有很多卖食物的店，开了很多卖食物的店。歩いていても，就算这样走着走着走着，なかなか前に進めないんだ，怎么样都没有办法前进啊。なかなか相当的進めない，无法前进。来，再来。お祭りみたいで、賑やかで楽しそうだけど、ちょっと疲れるね。像祭典一样啊。很热闹，看起来很开心啊，但是有点累耶。東公園も人は多いんだけど、池があって船に乗っ
对，桜が見られるから楽しいよ。東宫园虽然人也很多啦，人は多いんだけど，虽然人也很多了，但是有一个池子，能够搭船赏樱。船に乗って桜が見られる，能够搭船赏樱，所以很开心哦。面白そう。哎呦，听起来还不错，听起来很有意思哦。東公園は会社からは歩いて行ける？東公園从公司走路到得了吗？歩いて行ける？这有个能力型。歩くのは無理だけど、バスなら15分で着くよ。走路太勉强了，所以走路到不了了。搭公车的话，15分钟就会到啊。如果混得，有没有范围？15分钟就会到哦。じゃあ、東公園に行こう。那么我们到东公园去吧。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？男子为什么说东公园好呢？来确认一下答案。一。食べ物の店がたくさんあるから、因为有很多吃东西哦，很多食物的店。没有，那是北公园。你マズリがあってにぎやかだから、有祭典很热闹。没有人有祭典，他只有说おマズリみたい，而且是北公园。三、船の上で桜が見られるから、因为可以在船上赏樱。是的，用。会社から歩いて行けるから、因为从公司走路可以到。没有。好，答案第三，再听一次。然后我们的重点整理第二单元，重点理解，ポイントを理解。第二单元就到这边了，拜拜。7番。会社で女の人と男の人が花見の場所について話しています。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？土曜日、仕事の帰りに花見に行かない？いいね。どこがいい？東公園がいいよ。桜は東公園と北公園が有名だけど、北公園は毎年すごく混むんだよ。公園の中に食べ物の店がたくさん出ていて、歩いていてもなかなか前に進めないんだ。お祭りみたいで賑やかで楽しそうだけど、ちょっと疲れるね。東公園も人は多いんだけど、池があって船に乗って桜が見られるから楽しいよ。面白そう。東公園は会社からは歩いて行ける？歩くのは無理だけど、バスなら15分で着くよ。じゃあ東公園に行こう。男の人はどうして東公園がいいと言っていますか？